JR 東日本 E129 系電車品の鉄道 SR1 系電車品の鉄道 SR1 系電車は2020年7月4日に営業運転を開始した品の鉄道の鉄道車両である2018年時点で車齢が約40年に達する115系の置き換えライナー列車の最優良化による収益の向上を目的に導入された品の鉄道では 初の申請者である。デザインは6社が参加したコンペによって決定した。2020年に導入された100番台と2021年に導入された200番台が存在し、それぞれで社内の構造が大きく異なっている。本校では両番台の共通部分について述べた後、双方の独自構造について記述する。ベースとなった E129 系。 電車東日本旅客鉄道の E129 系電車と同じ、ソス,スティナ S23 シリーズの車体を採用しており、塗装以外の外観は、ほとんど E129 系と同じである。機器の面でも、ほぼ同型となっていることから、この節では、主に E129 系からの変更点について、記述する。2021年9月現在、 E129K では一部編成のみだったニキパンタグラフの装備は全編成にされており、クモハイス R112 型に取り付けられている。長野県の県下であるシナノの国をアレンジした上高促進用メロディとオリジナルのミュージックホーンを搭載している。E129K 同様のサンドア社で旅客用のドア開閉ボタンが設けられている。 フルカラー LED による行き先表示や、車内に千鳥状に配置された LED 表示器といった旅客案内装置も基本的に E129 系のものを踏襲している。ただし品の鉄道ではワンマン運転が自由乗降方式のため、運転席後ろには運賃表の代わりに広告用のモニターが設けられていることが特筆される。壁は白をベースとしているが、一部は 薄い木目調となっている。2020年3月に3編成6両が先行して納入されたバンダイ区分で、品の鉄道の形式名発表ではライナー車両と区分されている。編成番号は S101S103。デザインは長野市内に本社を置く総合広告代理店、アサヒエージェンシーの案が採用された。外装は、 高原の風をイメージした濃いロイヤルブルーをベースとし、側面には、新州の山並みと千曲川の清流をイメージした、緑と水色のラインと、115系のデザインを、踏襲した、シャンパンゴールドの4本線が引かれている。ライナー列車の他前の普通列車での運転も、考慮した設計で、すべての座席が、デュアルシートである。クロスシート時は、座席が、転換可能で、座席背面には、 電源コンセントとカップホルダーが設けられている。シートは転換可能だが、軽井沢リゾート号では、軽食付きプランのために一部座席を向かい合わせに、固定した上で、進行方向反対側の座席にテーブルを設置する、形をとっているため、当該プランでは座席転換はできない。座席には、長野県特産のリンゴをデザインしており、床は落ち着いた、木目調のブラウンとした。 本番台のためのシンボルマークも制定され、品野鉄道のロゴの S を沿線の11市町と長野県を象徴した12枚のリーフが取り囲んだものとされた。このほか、ダイナー、普通問わずフリー Wi-Fi サービスを提供している。2021年1月に第一弾として4編成8両が先行して納入されたダイ区分で、品野鉄道の形式名発表では、 一般車両と区分されている。編成番号は S201 から200番台で付与されている。デザインは長野市内に本社を置く印刷会社、カシオの案が採用された。外装は品の鉄道のシンボルカラーでもある、情熱と温かさを表現した赤をベースとしており。 側面の乗務員室側には地域の未来へ挑戦していく姿勢を表現した金色のラインが配されている。両端の塗色は曲線的にすることで利用客や地域を包み込む優しさを表現している。腰部には沿線地域を一つにつなぐ力を合わせることを表現した赤の日本線が引かれている。運転席側から見た。 車内座席配置は E129 系を踏襲しており、前くらい側をロングシート、後くらい側をセミクロスシートとしている。座席の背面にはシンボルカラーの赤を使用し、座面は濃い灰色とした。なお、100番台にあるフリー Wi-Fi は本番台には設置されていない。100番台、200番台とも自社の品の鉄道線、北品の線の全線。 および直通運転先の新一本線で運用される。両番台を並結した、営業運転は2021年現在ない。100番台は2020年7月の運用開始以降、快速列車、シナノサンライズ号、シナノサンセット号、および軽井沢リゾート号の全列車で使用されているほか、 前で、料金不要の普通列車にも使用されている。200番台は2021年3月改正で運用を開始し、この時点で38本の列車に使用されている。100番台と合わせると、全列車の約3割が本形式での運行に置き換えられた。なお、運行開始に先立って、JR 東日本松本車両センター所属の E127 軽電車による、 試運転が行われている。品野鉄道では、開業時より、有料のライナー列車、品野サンライズ号、品野サンセット号を運行していた。しかし車両は、遺憾時点で車令が30年、近い169系であり、品野鉄道は、イメージアップも兼ねて2003年以降に、新型のライナー用車両を導入する計画を、複数回発表した。だが、 いずれも実現しなかったばかりか、保安装置の課題により169系をライナー列車に充当できない事態となる。その後担当車両は一時 JR 東日本の189系となったが長続きせず、2015年以降は、近郊型電車である115系での運行となり、ライナーの乗車整理券制度も廃止となった。この頃になると169系を置き換えた115、 形も車両更新の時期となっており、中長期的な新型車両の導入や、リクライニングシート車の購入によるライナーの最有良化が模索されるようになっていた。2018年には、第四次中期経営計画に基づき115系の老朽取り替えようとして、新型車両を新造することを発表。2019年2月28日にはデザインと形式名が公表され、 足が契約20年の新型車両導入計画がようやく決実した。先日の通り2020年に一度導入計画が縮小されており、この時点で2027年までに最大23編成46両を導入することを予定している。ただし当初の計画時点で毎年の補助金や利用状況により車両数や更新年数を必要に応じ見直しとしており、 今後も財政や利用状況によって導入予定に変動が生じる可能性がある。ありがとうございます。